サッカー界において破天荒なキャラクターエピソードを持つ選手は少なくはありません。退屈だったからアカデミーの選手に対してダーツを投げた選手や、何度も暴行事件で捕まったことがある選手など、破天荒な悪エピソードを持つ選手は数多く存在します。その中でもスウェーデンのレジェンドズラタン・イブラヒモビッチは、歴史上トップクラスの実力の持ち主でありながら、かなりユニークなキャラクターを持ち合わせていることで知られていますね。そこで今回は、数々のチームタイトル、個人タイトルを手にした史上最強の悪童の喧嘩伝説の一部を紹介していきます。2004年対ファンデルファールト。まずは若干23歳でのエピソードから。2004年アヤックスに在籍していたスウェーデン代表のイブラヒモビッチとオランダ代表のラファエル・ファンデルファールトは国際親善試合で対戦しました。試合中、ゴール前でボールを失いかけたイブラヒモビッチは、奪われないようにとっさに足を伸ばしたところ、足裏がファンデルファールトの足首に直撃。リプレイで見ると、ボールを守るために足を出したというよりも、ファンデルファールトの足首に向かって足を出しているように見えます。このタックルに対して激怒するファンデルファールト。試合後に、あいつは何を考えているんだ。明らかに狙っていたのに、試合後に謝りもしなかった。そもそも、未だかつて奴と目を合わせて話したことがないと感情をあらわにして、イブラヒモビッチとの関係性に関してぶちまけました。その後、当時のアヤックスの監督ロナルド・クーマンが2人のために話し合いの場を設け、イブラヒモビッチは謝罪の意を示しましたが、ファンデルファールトは受け入れず、逆に関係性は悪化する羽目になります。それに対してイブラヒモビッチは、俺はわざとではなかったと言っているだろう、もし俺ばかりを責め続けるのなら、今度はわざと足の骨を折ってやるぞ、と反論したといいます。ファンデルファールトは、現役引退後にイブラヒモビッチとの関係性に関して、次のように発言しています。僕の足の骨を折ると言ったのは本当だよ。だけど、それは特定の誰かに対してだけではなく、彼は誰に対してもそう言っていた。それに、彼との関係性が悪かったのは事実だ。ただ、彼のような正直な人間もチームには必要だし、口論があったとしても、彼のような人間と一緒のチームにいたい、と話しており、イブラヒモビッチとの関係性について認めつつ、同時に、チームにおいては必要なキャラクターでもあると認めています。2010年、対マルコ・マテラッツィ。共に、気難しく挑発的な性格のイブラヒモビッチとマテラッツィ。ことの発端は、イブラヒモビッチがユベントスに在籍していた時、マテラッツィから危険なタックルを食らい怪我をしたとのこと。イブラヒモビッチからすると、そのタックルはボールを奪うための激しいタックルではなく、相手を怪我させるためのタックルであったと直感で分かったといいます。その後、イブラヒモビッチは2006年にインテルに移籍し、マテラッツィと3シーズンを共にしましたが、関係性が良好になることもなく、イブラヒモビッチはインテルを離れ、2010年再びミランに加入します。そして迎えた2010年11月のミラノダービーで、イブラヒモビッチはマテラッツィに対して足裏で強烈なキックを見舞いました。このプレーにより、マテラッツィは負傷退場する事態になりましたが、イブラヒモビッチは反省の意を見せることもなく、この瞬間を4年前から待っていたと語りました。マテラッツィ引退後の2019年にも、イタリアメディアのインタビューに答えたイブラヒモビッチに対して、彼は悪い選手だった、奴は相手を怪我させる選手だと話し、マテラッツィに対する攻撃は続きました。対するマテラッツィは SNS にて、イブラヒモビッチのおかげで勝利できたことに対する感謝のコメントを残しつつ、イブラヒモビッチが勝ち取っていないチャンピオンズリーグの優勝トロフィーを掲げるハビエル・サネッティの写真を同時に掲載し、皮肉の投稿で対抗しました。2010年対オグチ・オニエウ。ミランでの練習中、195センチ、90キロと巨体を持つオグチ・オニエウに対して危険なタックルを仕掛けたとして、オニエウが激高。お互いに手を出す殴り合いの喧嘩に発展し、言ってはいけないことを言い合うような口論に発展してしまいました。お互いに195センチの巨体を持つ2人の喧嘩は、ヘビー級の格闘技の試合かのような迫力があったに違いありません。この喧嘩に関して様々な情報が出回っているため、アメリカのスポーツテレビ局 ESPN にて、オニエウ本人が次のように後日談を語っています。出回っている情報は全てが本当ではない。簡単に言うと、少し口論になり揉めてしまった。
練習後にはお互いの過ちを認め、イブラヒモビッチには謝罪したよ。また当時ミランに所属していたマッシモ・オットもこの件に関して話しています。イブラヒモビッチとオニエは殴り合いの喧嘩を始めたが、そこまでひどい殴り合いではなかったよ。それでもジェンナーロ・ガットゥーゾが2人を引き離そうとしたんだけど、ガットゥーゾが強烈なパンチを顔面に受けていたよと話していて、そこまで深刻な喧嘩ではなかったことが見受けられます。ガットゥーゾには気の毒ですが、彼の制止がなければもっと大事になっていたかもしれませんね。2021年、対ロメル・ルカク。今回はモンスター級の体格を持つ2人によるガチ喧嘩が勃発。2021年1月、コッパイタリア準々決勝で行われたミラン対インテルによるミラノダービーで事件は起こりました。歴史があり、そしてプライドがぶつかり合うミラノダービーという緊張感のある舞台で、ルカクはアレッシオ・ロマニオリから激しいタックルによるファウルを受け、そのプレーに対して審判に抗議します。そんなルカクに対してイブラヒモビッチが挑発を行い、それに対してルカクが激怒。190センチを超える巨体の2人が激しく言葉を交わしながら頭をぶつけ合い、火花を散らします。母親を侮辱する言葉が耳に入ったルカクは怒りが収まらず、味方に制止されながらもイブラヒモビッチに突っかかり続けますが、審判が2人にイエローカードを出すことで場を収めます。かつてわずかな期間ではありましたが、マンチェスターユナイテッドで共に時間を過ごし、イブラヒモビッチを敬う発言もしていたルカク。しかしこの件にて2人はバチバチの関係性となっていて、イブラヒモビッチはルカクとはピッチ上で決着をつけなければならないと発言しているなど、共に現役である今後の2人の関係性には要注目です。いかがでしたでしょうか。気難しいイブラヒモビッチに尽きることはない喧嘩エピソードでした。まだ現役を続けるイブラヒモビッチにとって、今後も新たな喧嘩相手は出現するのかも要注目ですね。他にも皆さんが知っているイブラヒモビッチの喧嘩エピソードがあれば、コメント欄にてお知らせください。それでは次回の動画でお会いしましょう。